お世話になります、ひとりでございます。皆さん、秘密の鍵というアイテムをご存知でしょうか。このアイテムはプラチナにて2008年9月28日から11月4日、2009年1月16日から3月2日のごくわずかな期間に配布されたアイテムです。もちろん鍵ですから入れる部屋があるわけです。となるとダイパリメイクの前に復習したくなりますよね。私は復習したくなりすぎて眠れなくなりました。多くの方も同じく眠れていないと思いますので、今回は配布限定アイテムの秘密の鍵を使っていきたいと思います。はい、じゃあまずは秘密の鍵をもらっていきたいなと思います。これは別の動画でもね解説したんですが、お裾分けができるんで今からでもね量産することできるんですよね。で、まあ詳細はそちらで見ていただくとして、まあここはフレンドリーショップ入ってね、それで配達員から受け取っていきたいと思います。プレゼントをお預かりしています、こちらどうぞということで、秘密の鍵を受け取ったという感じで入手できるわけですね。まあその前に手順いっぱいあるんですけどね。で、そしたら白帯シティに行きましょうということで、白帯シティに飛びましょう。はい、それで白帯シティに着きましたら、あそこですね、あの居合切りするとこ、ここですね、なんだっけ名前、銀河白帯ビルですね。ここでジュピターだっけ、そいつを倒すとなんか使えるらしいですね。なのでとりあえず入っていきたいと思います。居合切りで切っといて、それで入っていきましょう。で、こっちの確かね左側だったような気がするんでね、この辺だと思います。確かここかな、ここで、あ、持っている、秘密の鍵を使ったということで入れますね、ここやっぱり。じゃあ入っていきましょう。はい、すごい音したね。あ、こんな風になるんだすごっ、本当に秘密の部屋みたいな感じなんだね。ていうかこれ物理的におかしいだろっつう話なんですけど、でも黒で見えないですからね周りね、全然あっても物理的には変じゃなかったわ全然。とはいえすごい不思議なところ、入っていきますと、あ、音楽とか変わらないんだ、このまま続くっていう感じなんだ。え、何にも変わんないのはちょっとそれはそれでウケる。それでロトムのなんかウォッシュロトム、それでなんだっけこいつロトム、で冷蔵庫ロトム、これ名前が全然わかんないけど忘れちゃったけど、まあそういうのが入ってるっていうだけですね。ただ特に他にできることはないと。何もないの、話しかけることすらもできない。なんか入ってたりする、あ、ゴミ箱にも何も入ってないえ、これだけ本当に、いや、ここなんか書いてあるかな、いつ書かれたのかも定かでない怪しげなノートが置いてある、とある場所で偶然特殊なモーターに出入りする、ポケモンロトムの情報などを入手した。今わかっているのは、モーターに入ったロトムはユニオンルームや Wi-Fi クラブなどに入ったり、育て屋に預けようとするとモーターから出てくるだけでなく、場合によっては技を忘れる、いずれ詳しく研究して私の手柄とするためロトムに関係する一切合切を隠しておく天才科学者ブルプル、あとは真っ白だ、なんじゃそりゃ。こっちは何、何もないか、あ、ここにもあるね、いつのものだかよくわからない古いノートが置かれている、読んでみますか。はい、出会いは突然だったよ、僕がなくしたおもちゃのロボットを見つけた時、芝刈り機のモーターからポケモンが飛び出してきたんだ。で、僕はロボットを持ったままそのポケモンを見つめていたんだ。続きを読みますか。そのポケモンはなんだかふわふわと浮かんだまま、不思議そうに、不思議そう、あの不思議だねの進化系、僕に近寄ってきた。ポケモンは電気を出しているのか、周りの空気がピリピリビリビリ弾けるような音がして、このままだと僕の顔もしびれると思った。その時ポケモンを笑ったように見えた。続きはまだあんのかよ。その時分かったんだ、僕たちに友達になれるって。不思議なポケモンをロトムって呼ぶことにした。単純なんだけど、ロトムは芝刈り機のモーターからその姿を現したからね。モーターとロトム、なんだか分かるでしょ。まだあんの続き、ロトムを生かしたポケモンだよ。姿を消すことだってできるし、なんといったっていろんな機械の中に入り込める。さらに入り込んだ機械を動かせるんだろうと思う。あ、これ入って動かすってことなんだ、知らなかった。半分ぐらい読んだようだ、まだあんの。全部読んでみましょうか、どうせなら。僕とロトムはどんな時も一緒だった。ロトムの体から出ている電気のせいで撫でたり抱きしめたりはできなかったけど、全然平気だったよ。それはそれで悲しいですね。だって僕とロトムは心と心でいつも通じ合っているから、ロマンチックだね。続きを読みますか。ある日のことだった、まだあんの。ふわふわ浮いているロトムを見て、いつもとは逆に僕がロトムを脅かしてみたんだ。そしたらロトムは驚きすぎたのか、体からの電気がいつもより広がり、僕はしびれ気絶した。え、ちょっと怖いね、気になるね。気づいた僕は周りにロトムがいないことを知り、必死になって探し回った。気にすることなんてないのに、僕は大丈夫だよ、いつものように遊ぼうよ。いっぱい言葉が現れてくるのに、それを聞いてくれる友達はどこにも見つからなくて、まだあんだ。それはロトムを探している時だったんだ。僕はゴミ捨て場でおもちゃのロボットを見つけた。僕と目が合ったロボットはなぜだか手を振ってくれた。それはロトムだと分かった。僕は家系
より駆け寄り、駆け寄りか。力いっぱい抱きしめたまま僕はロトムにたくさん話しかけた。続きを読みますか。その度にロボットの目が嬉しそうに光って、きっと中のロトムからたくさん電気が出てるんだろう。なんだか今までよりもロトムのことがわかる気がした。そして僕たちはずっと一緒だということも。ノートの書き込みはこのページで終わっている。うわ、これめちゃめちゃロマンチックっすね。そんな話があったんですね。これは結構収穫なんじゃないですか。何もなかったとは言わせないような、ちゃんといいっすね。こういう裏要素みたいのしっかり作り込まれてるってのがいいっすね。何回も噛みまくってるけど、ひどいけど。じゃあここちょっと変身させてみましょうか。確かここで森の洋館さんのやつのロトムね、なんか持ってくると変えられるらしいっす。ロトムをちょっと変えてみましょうか。ここで、はい、ここで不思議な形のモーターのついた芝刈り機が置かれている。親ロトムがモーターの中に入りたそうにしている。入れてあげますか。モーターの中に入り込んだ。新しくリフーストも覚えたい。あー、ここは一緒なんだね。でも剣立てとフォルムチェンジの仕組みみたいなのって違うってことなんですね、一応。ということは電気ショック忘れさせよう。はい、これで、はい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 、リーフストーンも覚えたということで。ああー、来るんだここで。七かまど、おお、お前か。こんなところでもポケモン探しているとは熱心だな。私か。白帯には知り合いの博士が時々やってきたな。面白いポケモンの噂をいろいろ聞かせてくれるのだよ。へえ。電化製品の中に入り込むポケモンか。うむ、私が聞いた話とは少し違うようだな。うむ、私が知っているのはこんな話だ。昔おもちゃのロボットに入り込んだままのポケモンがいてな、それを新しいポケモンとして認めるかどうか議論が始まろうとしたが、漢字のロボットポケモンはいなくなったというんだ。あ、出てったってことか。それにしてもこのロトムというポケモンは変わったポケモンだな。電化製品の中に入りつつ、というか半ば融合して新しい技を覚えるのか。言ってみれば機械のようなポケモンのような存在だ。ふむ、極めて特殊だが、これもポケモンの一つの姿だな。なるほどなるほど。エグゼになったポケモンには新しい発見がある。それではな、ひどり。なるほどね。ちゃんとここでロトムの説明がしっかりされてるんだ。てか伝説とかよりもなんなら詳しい説明されてるってことじゃないですか。これちょっと他のやつにも変身させてみますか。あー、でもここちゃんと中に入り込んでいなくなってるっていうことだから、ここの芝刈り機がなくなってるってことなんだ。ちゃんとだからカタログの剣立てだとカタログだと思いますけど、それとやっぱりなんか違うってことなんですね。はい、こう元の中に入り込んだ、モーターの中に入り込んだですね。元の中で、あ、これで、え、ちょっと待って、え、何も技覚えなかったじゃん今。え変わってんのか。ウォッシュロトムになっても、あ、技はもう勝手に変わるんだ。剣立ての時は勝手に変わらないっすよね。あれ、剣立ての時どうなんだっけ。ちゃんと一回一回覚えさせたような気がしたけど、違うかな、気のせいか。いやー、こんな感じでまあできるということですね。はいはいはい、ここで、あ、また変わってという。特に音とかもならないっすね。じゃあ元に戻してみましょうか。元に戻す時は、はい、ここで元に戻すと、はい、これで特に音も鳴らず、やってくれるってことですね。電子レンジもあると。でここで戻す、あ、別にここでも戻せんだ。ここでも話しかけられて戻せるという仕様になってるということで、まあ、こんなの知ったってどうにもならないですけどね。はいはいはい、まあ、ちなみにですけど、これ当時ね、配布時点でロトム変身させるためにはこんなね、配布アイテム使うしか方法がなかったらしいですね。まあ今の時代に対戦環境でそれなりに強いポケモンが配布アイテムでしか使えないとかだったら、まあ絶対炎上しますよね。まあいい、どうでもいいんだけど。はい、ただですね、こっちのハートゴールド、ソウルシルバーの方に移りまして、これダイパーと同じ世代っていう扱いですけど、ここではね、配布アイテムなしでもそのロトムの部屋に行くことができるっていうことなんですね。なのでそこもちょっとね、まあみんなここは誰でも行けるところですけど、入ってみたいと思います。まあだから1年足らずで配布アイテムがほぼ無意味になっちゃったってことなんですけどね。まあそれはいいとしていきましょうか。でどうやらですね、これは、関東地方の山吹シティだったっけな、そこ行くらしいですね。はい、行きましょう。行けない、ちょっと待って、まずそこ行けないか、すぐは。こっち行ってから、よし、こっから行けんのか。山吹シティ行きましょうか。オッケーオッケー、これ飛んでいきましょう。でちなみにですけど、ハートゴールド、ソウルシルバーではロトムは手に入んないみたいですね。なので交換で送ってこないといけないという、仕様ということで、まあそれはどうだっていいんですけどね。でどこだっけな、場所。シルフカンパニーなんですけど、どこだっけな。こっちの下行って真ん中のあたりかな、ここかな、シルフカンパニーですね。はいはい、ここに入っていきましょうと。ロトム連れていくとなんか起きるらしいんですけどね。はい、ここで地下行くとかなんとかそんなこと書いてありましたから、はい、エレベーター乗っていきましょう。
そうすると、はい、エレベーター動きそうもない、諦めよう。あれ、ちょっと待って、これでロトムを前にすればいいのかな。ロトムを前にしていきましょうか。そうするといけんのかな。あー、やっぱなんか反応しましたね。あ、これ私知らなかった、全くやったことないんで。ロトムの電気の影響でエレベーターが勝手に動き始めた。うわー、こういうのいいっすね。これでも絶対攻略本とかないとできないですけどね。自力じゃ絶対に不可能だろこんなん。うわー、すごい、ここもやっぱ同じような感じであるんすね。ほぼ一緒っすね。ただやっぱり若干見た目は違うような感じで、差別化はされてるということで、あっちの配信アイテムの方とはね違って、ちょっとここまた読んでみましょうか。ここは何もないか。あ、これ手帳じゃないか。こっちにまたメモが書かれてるかな。いつ書かれたものか定かでない怪しげなノートが置いてある。とある場所で偶然特殊なモーターに出入りするポケモンロトムの情報などを入手した。今分かっているのはモーターに入ったロトムはユニオンルーム。こう一緒っすね、書いてあるのは多分。はいはいはい、一切がしさを隠しておく天才科学者プルということで、あとは真っ白。ここ一緒っすね。あ、なのでやっぱりあのなんかロマンチックな話あったじゃないですか、あのすごい感動できるような話、あれはここでは見れないってことですね。なので配信アイテム限定のやつだったってことですね。じゃあここでもまた書いてみましょうか。ウォッシュロトムでいいかな。私が好きなロトムがモーターの中に入りたそうにしている、モーターに入れてあげますか。入っちゃえ入っちゃえ、モーターの中に入り込んだ。ロトムは新しくハイドロポンプを覚えたい。しかしロトムはすでに技を4つ覚えてる。まあこんなとこ読む必要ないね。何忘れさせようかな。騒ぐでいいか。騒がないでほしいから忘れさせよう。忘れさせて、それで 1,2 のポカンで、それで普通にいつも通りね、はい、ハイドロポンプを覚えたということで。で、来るかな、かまどのおっさん。え、来ないんだ。え、来ないの。え、マジか。あっちではあったじゃん、だってプラチナでは。で、こっちお城ともね連れ歩けるっていう。うわー、これいいっすね、マジでめちゃめちゃかっこいいじゃないですか。で、こっち芝刈り機結構ね見た目的に良さそうだから、これだけあと見ておきましょうか。芝刈り機、これで歩きながらね草むらね枯れて、これモンスターと戦わなくて済むんじゃないですか。じゃあ戻そっか。はいはい、元に戻していく。やっぱこいつがいいね、可愛いから。まあただそれにしてもこのハートゴールドソウルシルバーってプラチナ発売から1年後とかそんぐらいですから、それでもう配信アイテムほぼ意味なくなったっていうのもね悲しい話なんですが、でもその期間まではその配信アイテムでしかこのロトムを変えられなかったって考えると、かなり今となっては面白いですよね。今ではどんどん買い放題ですから、多分当時だったらめちゃくちゃ興奮したでしょうね。俺だけ配信アイテム持ってるから、俺だけロトム違うバージョン使えるぜみたいな感じで。まあ私そんな自慢するような友達いなかったんだけどね。ということで今回はプラチナとハートゴールドのロトムの部屋に入りましたが、やっぱりすごかったですね。配信アイテムが配信された当時はそのアイテムを持ってる人しか入れませんでしたが、その1年後には結局みんな入れちゃうんですけど、そういう状況であってもやはり配信アイテムでしか体験できない部分もあって、やはりそういう細かい点までちゃんと作られて、しかも差別化もちゃんとされてるのがやっぱポケモンの素晴らしいところですよね。特に当時リアルタイムでやってた人は白帯シティのあんな部分があんな風になるなんて誰も思いもしなかったでしょうから、本当に素晴らしい隠し要素ですよね。これはロトむっちゃ当てるより感動的ですよね。